セリです。メイです。マリアです。キッズラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画は今福下通りにいるんですけど、今日は初めて福下通りに遊びに来た子のためにピンクラテ TV のおすすめの遊び方を紹介していきたいと思います。イエーイ。メイは一時期週2で竹下通りに通っていまして、まあ、もう知り尽くしちゃってる。プロなんです。任せてください。はい、それではどうぞ。じゃあまず、はい、ここが原宿駅の竹下口なんですけど、竹下口、そしたらここの信号を渡ります。信号を渡りました。そしたらこんな感じです。入ると早速ね、いろんなお店があります。マクドカフェ、カフェがここすごいね、美味しい。あ、そうなんだ。なんか、うん、なんだっけ、なんか、うん、美味しい。ここめっちゃいい。ここめっちゃ最大です。25台。おー、選び放題だ。26。いろんな種類があるやっぱ原宿といえば、ね、スイーツとかだと思うんですけど、うん、うん、いろいろあります。なんかね、レインボー系とかもすごい有名だけど、結構、ね、お店ある。昔よりかはちょっと色味っていうかちょっと落ち着きました。うん、でこの通り一番スイーツ多いんじゃないかな。確かにいちご飴あります。あとね、2階には何ですか、あの有名な煮汁の、うん、美味しかった。めっちゃ、ね、多分めっちゃ美味しいですよ。おおすすめ。ここも有名ですよ、ね、ここ結構有名。しなこちゃん、しなこちゃん、あ、ビビタピの場所。あ、ビビタピ、ビビタピはなんですよ、あの竹下通り出てすぐ、うんうん、左側にあるんです、うんうん、左、私たちがまっすぐ渡っちゃったところ、ね、そうそこにあるんで、もともと大阪だったんで、ビビタピ、東京にも来たらしい。おインフルエンサーの方とかも結構働いてるので、おすすめ、行くとファンサしてくれるらしい。おいいね。辛くてね、長い、そうそう、日本一長いチーズ系のね、美味しかった、ちゃんと美味しかったんだ。おあと、やっぱりこういうイメージある、うん、原宿サンディアゴ、すごいすごカラフル。はい、で、こっち、もう最後の方なんですけど、右側にピンクラテもあります。あります。で、ピンクラテね、ここにあります。そう、みんな来てね、うん、来てね。はい、ここに来ました。甘野三山です。韓国料理今から食べます。ここね、すごい美味しいんですよ。おすすめ、ぜひ原宿に来た時は、はい、ここに、はい、どうぞ。買ってきました。じゃーん、美味しそう。何にしましたか。ポテトレラなんとかってやつにしました。じゃがいもついてるんです。これ美味しいだよね。美味しいだよね。美味しいよね。チェリーはレインボーハットク、うんうんうん、チーズがレインボーになってるやつ買いました。メイはなんかモッツァレラとチェダーチーズみたいな入ってるやつにしました。うんうん、じゃあ一つずつね、食べてチーズ伸ばしていきたいと思います。はーい、いただきます。うーん、レインボーは伝わらない。いただきます。うわ、すごい伸びてる、伸びてる、すごい。はい。おー、これはいい、これはいい。すごい、すごい。これぞ原宿。はい、次行くところが閉まってる。嘘、閉まってる。原宿駅出て、原宿駅があそこね。わ、横断歩道、横断歩道。オーダーになって、うんうん、左側に歩いてくれるとあるんですけど、今日は残念ながら閉まってるなんですけど、おすすめなんですよ。ビビタピ可愛いですよね。来てね、みんな、行きたかったね。ちょっとね、飲みたかったね。また今度ね。うん、また今度。はい、はい、じゃあ一番目の店に来ました。
食レポ食レポ。うんうん。あでも、うん、思ったより、うん、痛くないから痛くないです。痛くない。痛くない。みんな痛くないって。痛くないってここのいちご飴。そう。砂糖カリカリ言うとめっちゃいいです。じゃあブドウ食べますね。はい。せーの。誰とせーの？やめてせーのとか。おいしい。ちょっと早くない？口入れた瞬間やったよね今。嘘でしょ。種入ってます。初めて食べたけど本当に美味しいです。ここのは美味しい？いいね。おすすめです。哺乳瓶ソーダを注文しました。それではいただきます。なんかすごいおしゃれなんですよ。トロピカル、すごーい。いただきます。美味しそう、めっちゃ。うん、うん。なんか予想と違 う思ったよりシュワシュワしてる。あ、そうなんだ。なんかね、うんうん、飲みやすい。すっきりしてる。夏にぴったりだね。おすすめです。この季節おすすめ。美味しい。はい、次はクレープ屋さんに来ました。スーツムニカです。美味しいよ、ここ、ね、みんなのおすすめ。うんうんうん、うん、いいね。はい、今クレープ受け取ってきました。メイはなんか抹茶とチョコブラウニーみたいな。美味しそう、めっちゃ美味しそう、ね、なんかね、めっちゃ写真映えもするし、うん、美味しそうなのでこれにしました。メイの食レポタイム。プレッシャーかけない。セリより上手かな。どうかな。うん。うんうん、美味しい。次来たのはじゃんじゃーん、タピオカ。ここが一番美味しいと思う、セリは。お、セリが一番美味しいと思う、タピオカ屋さん。いいね。じゃあ早速買ってきます。黒糖タピオカ頼みました。美味しそう。いただきます。おしゃれだね。どうですか、お味。冷たくてもちもちで美味しいです。うちらとは違う。はい、帰ってきました。私たちがおすすめの半熟のスポットを紹介したんですけど、全部食べ物になっちゃった。お腹すぎて。お腹すぎてね。本当はコスメとかお洋服とかいっぱいあるんですけど、今回紹介したのは食べ物だったんですけど、皆さんも原宿に来ていろいろ見てみてください。本当ね、いろいろあるんで、うん、ぜひ絶対楽しめるんで、はい、ぜひ楽しんでいってください。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。